香川大学、現在、六学部7研究科、愛媛大学との二つの連合研究科を除くを、要する香川県唯一の国立大学。経済学部と法学部は、かつて戦前四国唯一の管理交渉として、数多くの政財界人を輩出した、旧政高松校を前身としている。学部生、5636名、大学院生、733名、 連合農学研究家を除く、計6369名、2019年5月1日、現在。高等裁判所や財務局、経済産業局など四国4県を統括する、国の主要な出先機関と上場企業の視点が集中する高松市の地の利を背景に、国立大学として、四国唯一の法学部、経済学部、法科大学院、MBA 大学院、 ビジネススクールを持つ。このため MBA、地域マネジメント研究家には、四国うちの観光庁や、企業の現役職員の受講生が多く、初代研究課長が日本放送協会の経営委員、常勤監査委員を兼ねていた。現在は、四国電力重役ほか、歴代客員教授、講師陣には、大倉官僚時代に四国財務局長だった。 中山京子元内閣総理大臣左官、拉致問題担当をはじめ現職の県知事や、知議院頭取、企業の重役、官公庁の幹部行政官、日銀支店長などが名を連ねている。1997年、平成9年に新設された工学部は国立大学としては最後発であるが、教授陣には企業出身の研究者が多く、 産学共同職を鮮明に打ち出している。農学部の何森県名誉教授によって、学内の敷地から発見された酵素により、気象等の大量生産法イズモリングが確立されたことにより、四国経済産業局や香川県、地元企業と産学関連系による気象等の研究拠点となっている。学内には日本ただ数の気象等研究センターや、 国際気象等学会の本部事務局が置かれているほか、学外には山間学連携の気象等生産技術研究所も稼働している。戦前、隣接する岡山、徳島両県には社会科学系の高等教育機関がなかったため、伝統的に県外出身者の比率が高い。瀬戸大橋の開通後は、対岸の岡山県出身者が増え、 地元香川県出身者と結構している。新生大学の発足から半世紀以上経った現在では理系の学部が半数を占めるようになり、研究成果の地元への還元も進んでいる。なお、近年は工学部を除いて入学者の約4割が女子学生となっている。学生と教職員間の交流を深め、大学の教育環境をより良くするために、 学生を主体とした教職員参加による香川大学フレンドリーナイトスポットを定期的に開催している。昭和に2回、新生大学開学時、法学部新設後、平成に2回と過去4回制定されている。現在のものは、旧帝都高速度交通営団、営団地下鉄、現、東京地下鉄イコール、東京メトロの S マークによく似てる抽象的なデザインである。 なお、普及を図るため、学賞を入れた、地元名家の河原せんべいや三谷製刀の和三本刀が製品化されており、広大盛況でお土産として売られている。香川医科大学との統合後に新校歌が制定された。ただし、他の多くの国立大学と同様、校歌や学生歌は入学式や卒業式といった公式行事でしか使われず、学生寮や文化系。 体育会系のクラブの一部では、旧制高松交渉時代の商用化の方が、歌い継がれている。以下、突起していない専攻は、修士課程である。大学本部と教育学部、経済学部、法学部は、高松市中心部の幸町に、工学部は、郊外の林町、香川インテリジェントパーク内に、農学部、医学部はそれぞれ、高松市外の三木町、 池野辺の休暇大学時代からの敷地を引き継いでおり、キャンパスは4つに分散している。幸い町キャンパスの経済、法学部構内には、香川大学行動がある。中、四国の国立総合大学休校では、唯一のもので、学部生の入学式、卒業式は毎年ここで行われている。広島大学、愛媛大学など他の8大学にはこれに相当する。 施設がないため、入学式、卒業式は、大学の体育館もしくは市内のスポーツ施設等の公共施設を臨時に仮パイプ椅子を並べて行われている。それぞれ学生が自主的に運営する自治寮がある。高松市内に男子学生寮、八島寮定員109名、2010年に新築移転された幸い町キャンパス内の女子学生寮、 若草寮定員70名がある。男子寮はもともと定員200名だったが、個室化した。また、これらとは別に、北郡三木町に農学部学生のみを対象とした、男子学生寮、交風寮定員30名と、近年新築された、留学生会館、八島がある。2013年、平成25年2月に、香川県発の地上一般放送局の免許を取得。 地上一般放送事業者として、ワンセグ放送を実施していたが、2019年、平成31年2月廃止した。林町キャンパス危機管理研究センターに、地上一般放送局が設置されていた。教職員654人の残業代、約2893万円を支払っていなかった、ことがわかり、高松労働基準監督署から2018年4月に、 是正勧告を受けた。また、医学部の医師、看護師らについても残業代未払い、勤務管理の不備があるとして、是正勧告を同年2月に出されていた。2018年、平成30年7月に、男性教授が、ツイッターに、僕の趣味は、セクハラですなどと書き込み、インターネット上で話題になっていることがわかり、大学側が本人に確認したところ、 書き込んだことを認めたため、学長名で不適切な内容であり、誠に遺憾などと謝罪するコメントを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。